そんなななに大きな問題じゃないでしょうこの地球の小ささを見ればそ <laughs> の人が成功なサクスストーリーを上げたりとかしてでついつい自分はこれでいいのかなって思ってしまうことっていうのはすごくあるんですけど一番はやっぱりあ自分の人生楽しかったなって思えるかどうかでそしてその物差しっていうのは人に判断させられるものではなくて自分の中で何が楽しかったのかなっていうところがすごく大きいと思うんですね。 皆さん、こんにちは。リナ・おくまです。今日は、リナ・レイリオポッドキャストの、えー、セルフトークを行っていきたいと思います。 今年ですね、今年に入ってから、リナ・レイリオという、まあ、ポッドキャストに、いろんなゲストの方をお招きして、それぞれの人生観に触れてみるっていうテーマで、えー、いろんな方にお話を伺ってきたんですけど、たまにはね、自分、私だけのセルフトークの時間があってもいいのかなと思ったので、今回は、リナ・レイリオ、奥まリナがお話をしていきたいと思います。で、このポッドキャストは、YouTube と Spotify にリナ・レイリオで検索していただけると、いろんなエピソードをご視聴いただけるようになっていますので、ぜひ、えー、 空いいたた時時間、間間事のの合間や通通勤通学の時間にぜひお耳を傾けていただけてだ嬉しいですなんかね YouTube の動画みたいに「なんか皆さんこんにちは今日一生懸命トレーニングしていきましょう」みたいなハイテンションっていうよりはどちらかというとちょっとトーンを落とした落ち着いたような感じでお話をしていければと思っているので、まあ、リラックスしているときなのにぜひ聞いていただければと思います。 今回のエピソードのテーマなんですけれども、えー、自分自身の中でいっぱいいっぱいになってしまった時にどう対処していくのかっていうところを に沿っててお話をしていこうかなと思いますっていうのもですね、えー、去年の夏2022年の夏頃にちょっと私の中で精神的なブレイクダウンを起こした時期があって、まあ、そんなになんかこうつになってしまったとか、えー、何もできなくなってしまったっていうほどではなかったんですけどちょっと精神的にきついなと思った時期があってなんかふたした時にこう涙が出てきちゃったりとかもう何もやる気が起こらなくなっちゃったりとか何で何でっていうクエスチョンマークが頭の中にいっぱい出てきちゃったりとか。 っていう時期があって、で、その時にうんと自分の中で、こう、とりあえず自分を落ち着かせて、その状況を乗り越えていくことができたので、その辺のなんかね、対処法だったりっていうのを、ちょっと今日は皆さんにシェアしたいなと思います。で、まあなんでじゃ今回このお話をすることになったのかっていうところの背景をちょっとだけお話ししたいなと思うんですけど、なんか私、自分で言うのもあれかなと思うんですけど、結構精神面、メンタルは自分の中で強い方だと。 ちっ,、ね <laughs> あのー、っちゃい頃に機械体操をジュニアオリンピック選手としてやっていてそれこそ小学校行って帰りに体操の練習5時間してから家に帰るっていうのを、まあほあのー、毎日収録、えー、続けていたので5年ほど幼少期に叩き込まれたこう精神力というか。 っっててていいうのは今でも残っていて、まあ、ちょっとしたことでもあまりくじけにくかったりとかこう根性っていうのは結構ある方だなっていうふうに自負をしているんですけれども、えー、最近のこう社会とかを見ているとやっぱりこうメンタルヘルスっていう言葉がすごく皆さんも聞いたことがあると思うんですけど流行ってるというかこう話題に出る。 なあっていうふうに感じていて自分をしっかりといたわってあげようとかこう頑張りすぎなくていいんだよ自分を認めてあげようっていうのがすごく聞く言葉であってでそれがすごく必要とされてきている時代になってきてるなっていうのを、まあ、なんとなく感じておりますでそれは、ねまあ、いろんな理由が背景にはあると思っていてそれこそ教育方針がそもそも昔とちょっと違ってきたりとか社会全体の中で何が 認められて何が認められないのかっていう線引きが曖昧になってきてしまっていたりとか。 あとはやっぱり SNS の普及によっていろんな人の生活本当のことも嘘のこともまるで本当のことかのように見えてしまうような媒体っていうのがすごく広がっているので無意識のうちに自分とその他人だったりとか自分と何かを比較してしまうでついついこう虚無感に陥ってしまうっていうのが起こりやすい状況になってきているなと感じています。 でまあ、そういう中でねやっぱりメンタルヘルスっていう言葉がすごく話題になってきてるとは思うんですけどその中で、まあ、私が経験したことそして乗り越えていった方法っていうのをご紹介することによって少しでも同じ状況に今陥ってしまってる人だったりとかすごい何か言葉が必要な方に届いてそれが救われることになるのであればいいなと思ったので今回はいっぱいいっぱいになってしまった時の 対処法。私がどうやってちょっと乗り越えていったのかっていうところをご紹介していきたいなと思います。そもそもね、さっきも言ったように去年の夏、ちょっと精神的にきついなって思ってしまった時期があったんですけど、まあ、なんでかっていうと、一番の理由に仕事が思うようにいかなかった。なのに、やることばっかりに追われて、なんか気づいたら夜になってるみたいな日がすごい続いてしまっていたっていうのがあります。 まあ私の今やっている仕事の一つで SNS 活動っていうのがメインにあるので,で皆さんもご存知の通りね SNS ってやっぱりトレンドだったりとかアルゴリズムだったりとか常に求められるものが変わっていくでその変わるスピードがめちゃくちゃ速いっていうのが現状ですでその中でじゃそのスピードについていったりとかそのスピードのちょっと先を行くためにはやっぱりいろんなアイディアだったりとか 配信のスピードだったりとかクリエイティビティさだったりとかオリジナルさだったりとかっていろんな要素が求められてきていてその中で一生懸命自分の中でいろんなことを試したり実践したりをしていたんですけどもあまり思うように結果が出なくてでもただただやることだけめちゃくちゃ増えていって自分何のためにこれやってるんだろう。もういたくないな みたいな,なんかこうその時にねじゃあどうしたかっていうと、まあ、いくつか方法があってでその時はね私もどうしたらいいか最初分かんなかったからいろいろネットで調べたりとかそれこそいろんな SNS を見たりとかしてみんなこういう時どうしてるんだろうって探してたんですけど一番にやっぱ出てきたのが深呼吸とか瞑想とかとりあえず自分の心を落ち着かせてたくさん綺麗な酸素を吸って。 でちょっと自然に触れてみたいにすると心が落ち着いてくるからそうすると頭の中もすっきりするよみたいなアドバイスが一番多くてやってみたんですよ私も。でもね ぶっちゃけ、まあ、もう自分の中で、こう、もやもやしてるのって、こう、体表面のものではなくて、内側のもので、ここで頭の中ですごくもやもやしちゃってるので、どんなに、じゃはい、何も考えずに深呼吸だけっていうふうにやってても、あまり集中できないんですよね、深呼吸に。ここがもうこんがらがっちゃってるから、そんなに、じゃ呼吸に合わせて目を閉じてってやっても、すぐ何かこう、不安なことがふっと頭に戻ってきちゃったりとかして、 なんか全然心に落ち着きようがないじゃんって思ったのがぶっちゃけた、えー、私の感想です。きっとね、長期的に見たら役に立つことだと思うんですけど、やっぱり酸素を吸ったりとか呼吸って体のベースなので、なかったら死んじゃうからね。とか呼吸が浅いと体もカチコチになっちゃうし、 常にに緊張状態に陥ってしまうのでいろんなことがこう空回りしちゃったりとかなかなか物事がうまくいくようにはならないんですけれどもまあその時にねやった時の深呼吸だったりとか瞑想っていうのはあんまり私にはちょその,時の自分には合わななかかったかなっったたていうのがぶっちゃけた感想ですじゃあ逆に私が何をしたのかっていうとあのとにかく何が問題なのかを突き止める。 自分の頭の中で今はじゃあどういう感情に陥ってるのかもうすごいやる気が出ないなんでなんでやる気が出ないのやってもやっても時間がなくなるなんで時間がないの全部自分でやりすぎてるからもしくは効率が悪いからじゃあどうしたらいいのかっていうふうに自分と会話して一つ一つの問題にまず何でっていうふうに問い返して で、それについて、じゃあ何での答えが出てきたら、じゃあそのためにはどうしたらいいのかっていうふうに、もうすごい論理的かもしれないんですけど、自分で分析して考えて、じゃあどうしたらいいのかの答えにたどり着いたらそのまま行動するっていうふうなプロセスを少しずつ踏んでいったら、少しずつですけれども、その、なんか精神的にきついなと思ってた状況から解放されていきました。 一番ね、なんか私の中でこう時間がなくなっちゃったりとか空回りしてたのが、とにかくやってることが多すぎて、それこそ YouTube だったら企画して、自分の用意をして、撮影をして、 編集をして,投稿し,て投稿したら今度 SNS のショート動画作ってそれを各 SNS に投稿してってやってはいじゃあ次の動画もう一度一からやり直しみたいなのをずっとずっと繰り返したりとかでそれはただただ YouTube の話だけであって SNS 以外にも企業さんとの仕事があったりとかブランドの仕事があったりとか自分で アリゾナに今いるんですけど、そっちのビジネスの方もケアしていかないといけない。っていう風にね、とにかくなんかいろんなことが同時進行してて、頭の中でも整理がつかなくなっちゃったりとか、体でもいっぱいいっぱいになっちゃったりとか、っていう風な時期があったので、一旦ね、もう5時には仕事を辞めるっていう風にしたんですよ。毎日もう夕方17時になったら、どんなにこう、例えば動画編集途中でも、どんなにこうなんかブランドのアイディア作ってても、とりあえずもうそこで閉める。 でその時にもしちょっとやりたいなと思うんであればちょっとだけ延長してもいいけど1日24時間ある中でいつでもどんな時間でも何に使ってもいいよっていう風にしているとすごいあっち行ったりこっち行ったりっていう生活になってたので、まあ、とにかく仕事は朝起きてまあ7時に起きるのは8時から17時まできっかりやってそれ以降はとりあえずやらない終わらせるっていうところを時間で区切ってやるっていう風にしてみました。 今の例だと、基本は内的原因というか、私自身で起こしている原因で、私自身で解決できる問題だったので、まあ、そんなに難しくないケースだったかなとは思うんですけど、まあ、中にはね、こう、私だけではどうにもできない問題だったりとかがあって、で、なんでなんでどうしたらいいかわからないのって思っても、いや、私だけでの問題ではないから、他の人間が関わってくる問題だから、どうしようもできないんだ。 っていうふうなシチュエーションに、えー、陥った時は、まあ、ぶっちゃけね自分も当事者だけどそんなに大きな問題じゃないでしょこの地球の小ささを見ればっていうふうな、えー、考え方に変えましたなんかね動画を見たことある方もいると思うんですけど地球の大きさっていうのをすごいいろんな惑星とサイズを比べていって 動画っっていうのがあってで一番最後はもうユニバース宇宙になるんですけど宇宙の広さに比べたら地球なんてこんなちっぽけでそんなのと比べたら今自分が抱えてる問題って大したことないんじゃないだって死んだら終わりじゃんっていうふうに思うようになってから。 「It's not the end of the world」っていう、まあ、言葉が英語であるんですけど、あのー、世界の終わりじゃないから、まあ、もうどうしようもないんだったらどうしようもないままでいいからとりあえず今の人生を生きよう今やるべきことをやっていこうっていう風な考え方に切り替えたら少しずつ、えー、また一歩ずつね踏み出せるようになりましたでね特に、まあ、これは冒頭にも言ったんですけどそのきつい状況に精神的にきついなと思う状況に陥ってしまっている人ほど怒りがちなこと はあの他社との比較 SNS っていうすごく他者の生活とか嘘のことも本当のことも見やすい媒体がもうすぐそこにね手元にあるのでちょっと開いたらいろんな人がこうハッピーな生活をしたりとかいろんな人が成功なサクスストーリーを上げしたりとかしてでついつい自分はこれでいいのかなって思ってしまうことっていうのはすごくあるんですけど、まあ、さっきも言ったようにその死んだ時にね どれぐらいのものがじゃあ残るのかって言ったら、一番はやっぱり、あ、自分の人生楽しかったなって思えるかどうか。で、そしてその物差しっていうのは、人に判断させられるものではなくて、自分の中で何が楽しかったのかなっていうところがすごく大きいと思うんですね。例えば、私は、 うーん人前に立つのが結構好きでこういい意味でねいろんな注目だったりとかアテンションを浴びてでそのアテンションに応答するっていう動作だったりとかアクティビティが好きなのでそれをやってる時き がすすごく楽しいんですねなんで多分じゃあそれができてよかったなって思えたらその私の人生はもう最高なものだったと思うしでも逆にそういうことは別に好きじゃないのにもしかしたらえやらされてるとかやらなきゃいけない状況に陥ってしまってまあ嫌々やってるる方ももいいかもしれないですねそういう方がじゃあそのまま人生を終えた時に思うことはなんで嫌なことしか私やってこなかったんだろうっていうふうになると思うんです。なんでまあ自分の なんかこうやりがいだったりとか楽しいなっていうこのなんか心の直感を満たしてくれるものをどれだけ自分ができるかでそれをやってるなら別に他人の人生を羨ましく思う必要もないし自分と比べる必要もないしそれがね こう誰かのサクセスストーリーを例えば見て自分のモチベーションになるならすごくそれはいいと思うんですけどネガティブな方向に陥ってしまうのであれば自分の人生今楽しめてるかなっていう原点に戻るといいのかなと思いましたあとはね結構調べても出てくるとは思うんですけど規則正しい生活睡眠と食事とあと簡単なエクササイズっていうのはやっぱり私には欠かせないなっていうふうに思いましたいろんな方も言ってることなのでもう皆さんもご存知だと思うんですけどやっぱ食べるものなんかジャンクフードばっかり食べてると脳の 活性化にも影響が出てくるし体もだらしなくなっていってしまうのでその辺のなんかまあ外的なものから整えるものっていうのは少しずつ取っていくといいかなっていうふうにも感じました。というわけでね今回はちょっといっぱいいっぱいになってしまった時にどうやってその状況を乗り越えていったらいいのかっていうのを私の経験談をもとに語ってみました。ちょっっっととでもね、えー、参考ににななななてまたたいいいろんな人のら 思い今日はお話をしてみました。もし皆さんの中でなんかこう精神的にいっぱいいっぱいになっちゃった時に私はこうやって乗り越えていったよとか私はこういう方法を試してみたよなんていうのがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。そしてこのポッドキャストリナレイリオでは引き続きちょっと面白い生き方をしている方をゲストに招いて様々な人生観に触れるというテーマで今日は健康面フィットネス面 そしてメンタルヘルス面もちょっと入れていこうかなっていうところでいろんなゲストの方と対談をしているのでぜひ空いてる時間にお耳を傾けていただけると嬉しいですというわけで最後までご視聴ありがとうございましたまた次回のエピソードでお会いしましょうまたねー